悲惨さの象徴、抑圧者の権化として描かれたのがロビンフッドの天敵ノッティンガムの悪代官でした。中世イングランドの代官は税金を釣り上げ法を行使する権力を持っていました。彼らの職務はロビンフッドのような森のアウトローを追い詰めて殺すことでした。逆らう者は弾圧され拷問を受けたのです。代官は常に悪者です。彼は権限を与えられてその地にやってきました。ところが性格が狡猾な上残忍で、まるで絵に描いたような悪人でした。おまけに国王の権力を傘に着て威張ります。そんな代官は殺すか殺さないまでも恥ずかしめてやったロビンがヒーローになるのは極めて自然なことです。アウトロー、ロビンフッドは自由の戦士となりました。俳優ロバート・ハーディは言います。自分の信念に従って行動しても投獄などされない社会、それがロビンの体現した自由の精神です。理不尽な法律や悪代官から身を守るためにロビンフッドは武器を自在に扱う必要がありました。彼が選んだ武器は中世の戦士たちが一般に使っていた長弓です。ロビンは正確に的を射ることができる弓矢の達人でした。つまり敵側からすればロビンほど危険な相手はいません。例えば彼は国王の鹿を狩ることで法に背き権力への反逆を示します。基本的にそういう反逆精神の持ち主ですから、堕落した修道院の院長に向けて矢を放ったり金持ちをからかって笑い飛ばしたのです。だからこそロビンは民衆の英雄であり国王や代官の敵となりました。人々はたくさんの伝説や言い伝え、真実を語り継ぎました。そうやって何百年もかかってロビンフッド伝説は確立されていったのです。ロビンたちにとって弓矢の腕前は生死に直結する問題でした。国王の森で仕留めた鹿の肉はなくてはならないご馳走です。ロビンフッド伝説の中でも競技会で優勝したエピソードは最も有名です。ロビンの不具大天の敵ノッティンガムの代官はイングランドのチャンピオンを決めるためにトーナメントを開きました。彼は弓矢の名手ロビンが参加しないはずはないと考えたのです。ところが競技のヒーローは赤い頭巾をかぶった見知らぬ男でした。その男は誰よりも正確に矢を射たのです。最後にその男のライバルが放った矢が的の中心に命中しました。勝負はついたようです。しかし天は赤ずきんをかぶったロビンに味方しました。ロビンの矢がライバルの矢を引き裂いたのです。イングランドの長弓は西洋一位で作られます。一位は弾力のある木です。白い部分に含まれる樹液は木に張りを持たせ、茶色い硬い部分との絶妙なバランスから強さとしなやかさが生まれます。ロビンはプロの職人が作った長弓を使ったかもしれませんが、射手はよく手製の弓を使います。弓矢は一般的に使われた武器です。中世ヨーロッパ各地で起こった戦争で弓矢は最も効果的、破壊的な武器でした。クレシー、ポワティエ、アジャンクールなどの戦いでイギリスはフランス軍に圧勝。コサクノー出身の弓矢の名手が気取ったフランス貴族を叩きのめしたのです。鎖片びらを身につけ軍馬にまたがる騎士は重さで身動きが取れませんが、機敏に動ける射手は強い戦力となったのです。敵が300歩離れたところにいれば射手は火をつけた矢を射るようになりました。1分間に10本も浴びせて敵を恐れさせたのです。民衆の闘士であるロビンは弓矢の名人であらねばなりませんでした。
戦では長さが1メートル80センチもある弓を使いましたが、狩りをする際はもっと短くて扱いやすい矢が好まれました。戦用の矢は鎧兜を突き破るよう先端がより鋭利です。かつては全ての教会区に射的場があり、自由に練習できました。ロビンフッドは弓矢の名人でした。弓の大会で見事な成績を上げたことは、彼が生きたとされる時代以降、13世紀、14世紀、15世紀と非常に長い間人々の記憶に残りました。家の近くでも森の中でも自分の身を守らねばならなかった時代ですから、弓矢の扱いに熟練する必要がありました。たとえ密猟であれ、動物を射止めて食料を得なければなりませんし、敵と戦わねばならないこともあります。そんなわけで弓の扱いは大変重要でした。それで弓矢の扱いに長けた精鋭部隊がいくつも作られたのです。例えて言うなら、弓の名手は200万の観客を動員できるサッカー選手のような大スターでした。そしてロビンフッドも弓矢の達人であらねばならなかったのです。民衆のヒーローとなるアウトローには決まった行動パターンがあります。ロビンも金持ちから金品を奪い、貧しい者に分け与えていました。アウトローであり続けるのも楽ではありません。例えば盗みを働くことでどんなに富を得たとしても、町での平穏無事な生活は諦めざるを得ません。洞穴や木の下で生活する覚悟がいります。アウトローは容赦なく追跡されました。国王の鹿を密猟したと分かれば死刑に処せられます。ロビンとアウトロー仲間は国王の鹿を追い、大官と捜索隊はロビンを追います。ロビンはむやみに権力者に盾ついたのではありません。国王に忠誠を誓った彼は、王命という大義名分で権力を悪用する輩に我慢ならなかったのです。ロビンは貴族にとってアウトローでも、貧しい民にはヒーローでした。ロビンはどんな法律でも片っ端から破ったのではなく、ほんの一部にだけ背いたのです。社会国家を率いる国王に歯向かったわけではありません。権力を乱用する者に反旗を翻したのです。喜んで国王に謁見した彼は恩赦を与えられました。そして国王の家来になることを快く受け入れたのです。あの時代、権力を傘に着て悪用する人間は珍しくありませんでした。ロビンフッドはそういう悪人に対して立ち上がり抵抗したのです。時代とともにロビンも変化を遂げました。ロビンフッドは義賊です。ところがある意味で反逆者だったロビンが、16世紀の書物では身分の高い男になります。年代記の編者がロビンフッドの人物像をまとめたのですが、シェイクスピアの時代の劇作家はロビンをハンティンドン伯爵であるということにしました。そして
財産を没収された伯爵が森へ入り、民衆の味方になったという話に変えたのです。伯爵は民衆を助けただけでなく、奪われた領地を取り戻すために戦いました。ロビンフッドは大衆に支持され、その人気は今もなお衰えることがありません。彼はどの時代にも通用する永遠の存在だったからです。それがロビンフッドの強みであり、物語の魅力でした。中世に語り継がれたオリジナルのロビンは万有を振るうたくましい男でした。女性には全く縁がなく、人を殴ったり変装して相手を出し抜いたりもしたのです。けれどもその後ロビンは義教の使となりました。それもまた時代のニーズだと言えるのでしょうね。ロビンが領主となり、物語は周知の事実からますますかけ離れていきます。ハンティンドン伯爵は偉大なるヒーローリチャード・シシシンノーと交流を持ちます。おかげで騎士としての地位も上がり、英雄として十分な名誉を得ました。しかしハンティンドン伯爵ことロビンも運命からは逃れられません。ロビンフッドはカークリースで亡くなりました。いとこである女子修道院長がドンカスターのロジャーと不義の関係を持ったせいだと言われています。ロジャーと女子修道院長はロビンフッドを亡き者にしようと考え、病にかかったロビンに血液を抜く治療法を施しました。その治療法によって彼は死に至ったのです。伝説によればノッティンガムの代官が失脚し、女子修道院長が後を引き継いだとされています。ロビンフッドが息を引き取るとき、リトルジョンは傍らにいました。ロビンは最後の力を振り絞って矢を放ち、その矢が落ちた場所に自分の亡骸を埋めるようリトルジョンに言い残します。ロビンフッドの墓はヨークシャーの丘陵地にあり、その墓石にはロビンフッド、ハンティンドン伯爵、ここに眠ると刻まれています。